君たちいたら何でも何でもブルー、区別ジャンル分けしたがる人はなぜかブルーしたがる、習性があるとかないとか、この世の中に種類の人間がいるとかいう君たちが標的、持ってるやつと持てないやつとか、ちゃんとやるやつとやってないやつとか、陰険を受け君らブルーしないとどうにも落ち着かない、気づかない炎の外側を覗いていかない、気分が乗らない、つまりそれはそんなシンプルじゃない、もっと曖昧で繊細で不明瞭な何か、例えば持ってるのに出せないやつ、やってるのにいけないやつ、持ってるのに悟ったふりして透かしてるうちに不安になっちゃったりするやつ、所詮あんたはギフテッド、私は普通の主婦です、それはいいでしょう、素晴らしいでしょう、不可能の証明の完成なんじゃない、夢を持ってなんて言ってない、そんな無責任になりはしない、ただその習性に食われないで、そんなハビットを捨てるたび見えてくる君の価値、俺たちだって動物、こういうのって好物、ここまで言われたら洞窟、腹の底から洞窟普通と、俺たちだって動物、夢にも知るオリジナルな習性、自分で自分を分類する根を壊してみせるよ、その場のハビット、壊してみせるよ、その場のハビット、大人の俺が言っちゃいけないこと言っちゃうけど、説教するってぶっちゃけ帰る、漬けの魚にすれば傑作でもって君も進むきっかけ、濡れすれそれでウィンウィンじゃん、クレアクレで残念じゃん、そもそもそれって君次第だし、その後なんか俺興味ないわけ、この先君はどうしたいって人に問われることをしたい、終わりじゃないと信じたいけど、育てなきゃかなり非常事態、君たちがその分類された普通の箱でくすぶってるからさ、俺は人生イージーモードずっとそこで眠っててやるさ、俺はそもそもスペックが低いだから、あがいてもがいて醜く吠えた、俺のあの頃を分類したら誰の目から見ても明らか、すぐ世の中金だとか愛だとか運だとか縁だとか、なぜに文字で片付けちゃうの、俺たちはもっと曖昧で複雑で不明瞭な何か、悟ったふりしておごるなよ、君に君を分類するのよ、なんとない、俺たちだって動物、こういうのって好物、ここまで言われたら洞窟、腹の底から洞窟普通と、俺たちだって動物、夢にも知るオリジナルな習性、自分で自分を分類する根を壊してみせるよ、その場でハビット、こういうのって好物、ここまで言われたら洞窟、腹の底から洞窟普通と、俺たちだって動物、上に持ちるオリジナルな習性、自分で自分を分類する根を壊してみせるよ、その場でハビット、壊してみせる